台で使うバラの花のトゲが全部取ってある。丁寧なお仕事ありがたいですね。雪白先輩まだかな。いつもならそろそろ来る頃だけど。あれ、しおり、もう来てたんだね。ミチル先輩、お疲れ様です。なんか、誰かを待ってたって感じだね。え、どうしてわかったんですか？しおりは素直な子だから、雰囲気でわかっちゃった。その手に持ってるのは何？あ、これは乗馬案内のパンフレットです。そういえばしおりって、乗馬ができるんだったよね。はい。実は立ち稽古の休憩中に雪城先輩が舞台背景の絵をずっと見てたんですが。ああ、ベルが動物たちと遊ぶシーンの。はい、可愛い動物さんの背景なんですけど、もしかしたら雪城先輩、動物さんがお好きなのかなって。だから乗馬にお誘いしてみようかと思って。うんうん、いいと思うよ。しおりから誘われたらアキラも嬉しいんじゃないかな。ありがとうございます。ミチル先輩がそう言ってくださると心強いです。力になれたのならミチルも嬉しいな。でもどうして馬なの？しおりが好きなのはわかるけど、舞台背景だといろんな動物がいたよね。はい、リスさんとかインコさんとかいろいろな動物さんがいましたけど、なんだか雪城先輩は馬がとっても似合うような気がしまして。わかるわかる。色で言ったら白馬かな。はい、イメージ通りです。アキラの場合ただの白馬って感じじゃないよね。三国志で言ったら長雲の愛馬の白竜かな。ギリシャ神話ならペガサスもぴったりです。いいねいいね。でも真っ黒な馬も似合うかな。とってもかっこいいと思います。あ、よろしければミチル先輩もご一緒にどうですか？乗馬？あまり興味ありませんか？うんうん、ミチルも結構乗馬は好きだよ。え、乗られたことがあるんですか？うん、だから興味がないわけじゃなくてね。しおり、この前確かアキラと紅茶の試飲会してたよね。その時の会話は弾んだ？あ、はい。紅茶にも興味を持ってもらえましたし、他にもいろいろなお話をしていただきました。うんうん、乗馬もその時みたいに二人で仲良くなれる場にしたらいいんじゃないかな。二人だから盛り上がる話もあると思うんだよね。ミチルとアキラはずっと一緒にいるし、だからアキラとのチームワークはバッチリだけど、アキラとしおりはまだまだお互いのことを知る必要があるでしょ。だからミチルは二人っきりをおすすめしちゃうな。ミチル先輩。というわけでここで待つんじゃなくて直接アキラを誘いに行っちゃえ。さっきロッカールームに来たばっかりだからまだ着替えの最中だと思うけど、思い立ったが吉日って言うしね。はい、行ってきます。ミチル先輩ありがとうございました。どういたしまして。アキラが動物好きか。ちょっと違うけど、ミチルが口出しするよりも二人ならではの関係を築いていった方が絶対にいいよね。先輩たちの助けがあってベルという役がようやく完成したんです。嬉しくてついあなたに報告しに来ちゃいました。迷惑でしたか？よかった。公演まで残りわずかですけど、さらに磨きをかけるので楽しみにしていてください。
続けてもうワンセット、気を引き締めろ。はい、はいはい、ワンツースリー、ワンツースリー、はい、まずはここまで。ストレッチ、ありがとうございました。ありがとうございました。しおり、みちる先輩、今日のレッスンちょっと厳しかったけど、ちゃんとついてこれたね。えらいえらい。ありがとうございます。息整えながらでいいよ。はい、お水。あんなに体の弱かった子がこんな立派になって、お姉さんは嬉しいですよ。や、八千代先輩、ご存知だったんですか？しおり、体が弱かったのですか？それはいけません。さあ、タオルを巻いてあげますから、こちらに来て座ってください。あ、いえ、体が弱かったのは小さい頃の話で、今はとっても元気なので。わかんないよ。ほら、飴玉口の中でコロコロしてね。やれやれ、本人が大丈夫だと言っているのだから、あまり大げさにしてやるな。でも万が一ということもありますし。安心しろ、その息切れはおそらく腹式呼吸がなっていないからだろう。しおり、そうなの？教わっている通りにしているつもりなんですけれど。ではもう一度手本を見せてやろう。あれ、アキラ直々の指導？しかもまさかの見本付き、珍しいね。そんなことはない。しおり、羨ましすぎます。アキラ先輩、私にももう一回教えてください。ミチルも。一体何なんだ。まあいい、一度だけだ、よく見ておくといい。え、あれ、いいか、ただ腹式呼吸をするだけなら誰にでもできるが、我々は激しいレッスン中にこそできなくてはならない。もしかして皆さん疲れてる私のために？あ、だとしたらなんて優しい先輩たちなんだろう。私もっともっと頑張って皆さんに報いなきゃ。しおり、大丈夫ですか？はい、私もっともっと頑張ります。